で、これがお騒がせの元です。なんとね、1945年から62年までの間にね、不穏なミューズたちというそっくりの絵をね、18点作る。いやらしいやつでしょ、これね。で、結構高くで売れてるんですよ。アメリカに行ったのは何年ですかね。アメリカに行ったのが、36年から37年にかけてニューヨークにいるんですよ。うん。よう売れたと、嬉しそうに言ってますね。で、弟はあんまり金が入らなかったみたいでね。弟が60で亡くなった時ね、誕生日の前で亡くなったの、60なんですけどね、60で亡くなった時に、主治医は自分も知ってる人なんだからね、どうして弟が悪かったって言ってくれなかったんで、回想、ブツブツ言ってますね、回想録なんかでね。うん。弟すごい可愛がってたんですよ。で、そのブツブツ言いながらね、弟はお金に不自由してたけどね、僕は全然不自由してないからっていうね、嫌 なやつですね、本当にね。俺金持ちなんだからって、もっと言ってくれればいい治療を受けられたかわからないの、言う、まあ言わんばかりのね。で、自分がいっぱいね、同じやつを作りまくっててね。で、昔自分の絵を買ってくれた人の絵については親偽物だとか署名が違うとかね言って、まあ大変な大騒ぎになるんですね。これさっきの絵との違いどっか分かります？これが元のね、女ミューズたち。まあはっきり分かるのは署名の位置ですね。これは右下の方にあるんですけど、これ左下にありますね。やっぱり署名って大事ですね。はっきり分かるこういう違いを残して。で、向こう側に影の中にかすかに見えるのがアポロンと言われてますね、アポロンズ。これもちょっと頭部がマネキンっぽいですね。アポロンはミューズの神と、女神、ミューズの神たちをこう統率する役割をね。まあ、文芸関係のトップはアポロンですからね、司る。ストラヴィンスキーの有名なね、バレエ音楽にミューズの神を率いるアポロンっていうね、よく、たま、よく、よく演奏されるわけでもないですけどね。レコード、CD はたくさんある。そういうやつがあるのを見てもわかりますね。ちなみに、そのストラヴィンスキーの曲は1928年ですかね。まあ、同時代を生きた人といえば人ですね。で、マネキンについては、これもね、大形而上学者。形而上学者もよくモチーフにしてます。これはでも、形而上絵画ね、形而上絵画のモチーフとして形而上学者っていうのは、あまりにベタな感じですね。でもなんか物差しみたいなものがね、とか三角定規みたいなものがあってね。やっぱりプラトンのね、プラトンの学院というかアカデメイヤのところに、幾何学を知らざる者は入るべからずというね、書かれたって、それが頭にあるんでしょうけどね。で、吟遊詩人もね、やっと同じこれ。大体この集中して書かれてるのはフェラーラ時代です。で、ちょうどそのフェラーラ時代に一生懸命絵を描いてる時に、カルロ・カルラっていうね、カルロ・カルラっていう未来派として出発した人がやってきてね、自分の
絵を覗き込んで真似するようになってね。で自分の手柄だみたいにして、後で形状絵画っていう本まで出してすごく桐子は裏切られた感が強かったみたいですけどね。でもどう考えてもね、アポリネールの命名とか考えても桐子が始めたのは間違いないんでね。吟遊詩人、吟遊詩人、イタリア語で言うとトロバトーレですね。トロバトーレ、でもトロバトーレというとトゥルバドール、トゥルバドールっていう中世末期にね、特にプロヴァンス、フランスの南部のプロヴァンス地方で活躍したトゥルバドール、吟遊詩人ですね。これは非常にね、詩を歌うだけじゃなくいろんな役割をしたっていうのはね、研究者に指摘されてますけどね。トゥルバドールのことですね。バレリじゃない。ヴェルディの有名なオペラもトロバトーレですよね。名前としては同じなんです。吟遊詩人ですね。まあ大体マネキンの処理を似たようなもんですね。これ考古学者たち、これもやっぱマネキンで。体の中に遺跡、建造物みたいなのが、ね、いっぱいあると。とにかくね、キリコで面白いのはやっぱりこう、内側と外側ね、さっきの建物の外、内外もそうですけど、今風に言うと内と外の脱構築みたいな、ね、ことがやられてて、その辺をこう、かく乱させるみたいなのが、やっぱり、まあ、見どころというか、すぐ分かる特徴ですね。晩年になりますとね、こういう彫刻作り出す。1960年代の末あたりからね、作り出して。小さいものが多いですからね、本当にフィギュアですよ、今風に言うとね。フィギュア。自分の絵から飛び出したらフィギュアを作っていく。なんか古代と現代の間を行き来するキャラクターの旅という言い方しましたけどね、ジャンルの間もこうね、絵から飛び出して彫刻、フィギュアになるみたいな。今のアニメの世界でやられるようなね、まあちょっと被るようなところありますね。ああで、マネキンばっかり、今日は僕の、そうそうですか、マネキンに、マネキンをチャーターしたようなね、絵画に焦点当ててますけどね、実は1919年ですね、ローマでティツィアーノの絵を見てね、ケージに打たれるんですよ、またね。で、急にね、リアリスティックな絵ですね。まあでもだいぶ違いますけどね、リアリスティックな。で、まあ、それもあって、非常に扱いにくい作家の一人になってるんですね。シュールレアリストたちを怒らせた理由もそうです。なんだ急に普通の絵を描き出してってね。でも、キリコは自信満々でね、私の生涯を振り返ると絶えず着実に進歩してるんだっていうね。で、自分の自画像もたくさん描いてるんですけど、その自画像によく描き込んでた名画ってね、最良の画家、情緒的金庫とかね。よく言うよっていうね。最良の画家ですよ。で、でもね、これ本人が言ってるのは正しいと思うんですけど、刑事用絵画をやめたことは一度もない。やっぱり批評家とかアバンギャルドの芸術家たちはね、初期のこの形状絵画の切り子だけを評価する。それ以外に対して非常に敵外心を燃やしてるみたいな、ね、ところがあるんで、でも切り子はね、断続的に描いてるんですよ、マネキンの絵もね。さっきの形状学者じゃない、考古学者たちもそうですね。これ奥さんがね、
考古学学んでたっていうのもあるんじゃないかっていうね言われてますけどね、パリで知り合った奥さん、30年に結婚するんですけどね、1930年、もうこの頃付き合ってるんですよ。そんな話どうでもいいだろうってやつですけどね、あのイチャイチャしてた頃です。あの幸せな頃ですね。でもせっかくこぎつけた結婚もね、1年も持たなかったんですよ。ざわみろっとね。ただあの30年代にあの2度目の奥さん、イザベル・ラ・ファールっていうね、2度目の奥さん、結構ファシスト政権で生きづらかったのは奥さんがユダヤ人だったっていうのがね、あるんじゃないかと言われてますね。でもドイツと違ってね、アバンギャルドは結構活躍してたんですよ。というかあのファシスト政権のね、文化省というか、文化省は実はモダニストでしてね、あのそんなに抑圧された形跡はないですね。暗黙の賞金をあげるかあげないかとかいうね、そういう違いはで差別はあったでしょうけどね。ちなみにあんなたくさんの賞金なんで俺じゃなくてあいつにやるんだっていう、そういうことまで回想録で書いてますけどね、嫌なやつですね。で近代のアバンギャルドとか大画家として僕たちが評価している人たちについては全部二流扱いしてます。マティスもね、ゴッホもつまらん絵を描くとかね、パッとっちゃうんですね。で、あ、慌てますけど、12時にもなってますね。あの、そういうキリコを評価するのにあたって非常に一つの出来事となったのが、あのウォーホルとの出会いですね。74年です。だから死ぬ4年前にニューヨークのでウォーホルと会いましてね。ウォーホルっていうのはこう反復が多いじゃないですか。だからウォーホルからすると、キリコによるね、同じ絵画の反復っていうのはね、むしろ称賛すべきことなんですよ。で、これはあの不穏なニュースをウォーホルがシルクスクリーンであしらった。で、これはヘクトールとアンドロマキアですね。まあこういうこともあって、ポストモダンでの再評価ってやっぱり大きいですね。はい、ちょっとオーバーしました。10秒オーバーしました。はい。成長ありがとうございます。